黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ。イエーイ。この動きはなんだ、この動きはペアリングなのか、なんだこの動きは、気になる動きをするんだな。お、と飛ぼうとしてんのか、まさか今一瞬羽が、どうもこんにちは、黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。今日はね、これをやります。はい、見た感じでわかると思うんですけど、ババ黄金鬼クワガタですね。うん、二代目ババオとババコちゃん、はい、この子たちのねペアリングをしていきたいと思います。とりあえずケースから出してみましょうか。うん、これはなかなか、はい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 、わわわ元気元気ね。ババオくんですね、ちょっと湿度が高いのかな、だんだんね金色になっていくと思いますよ。二代目ババオくんですね。よし、ちょっとずつね金色になっていくと思います。はい、体がね乾いてきたらね金色になるんですよね。よしよし、いい子だいい子だね。ちょっと鼻のここがね、なんか変なポッチみたいなのができちゃったんですけど、まあ元気な子です。うん、もうねペアリング十分だと思います。ババコちゃんお食事中ですね。よいしょ、お食事の邪魔してごめんなんだけど、ごめんね。はい、うわー、ゼリーがついちゃって、よいしょ。はい、ババコちゃんです。はい、ということでね、今日はこの子たちのペアリングをしていきます。はい、しーね、かわいいですね。うん、だんだんね金ピカになってきてる感じがしますね。あとでどれぐらい金ピカになったのか動画撮影後ぐらいにね、見てみたいと思います。おー、綺麗ですね、どっちも金ピカです。はい、それではねハンドペアリングの方していきましょう。今日も頑張っていきますよ。えい、軽くひねってあげましょう。ちょっとずつね金色になってきてるの分かりますか。うん、最近ちょっと金色にしてなかったんでね、手のひらに乗せてね、まあ20分か30分ぐらいすればね、かなり、金色に輝いてきます。はい、それではねまず3行ってみましょう。ババオくん頑張って、ババコちゃんとペアリングできるかな。はい、じゃあ行きます。5分ほどが経過しました。何も変わってないですね、じーっと動きません。だいぶね金色に変わってきました、色がね。うん、かれこれ10分近く経ったかな。ちょっとだけねババオくんが動きましたが、ペアリングしそうな気配はないですね。動きがないですけど、もうワンペアペアリングしていきたいと思います。こんなことができるんだろうか。あ、この子はねお嫁に来てもらった子ですね。そして、今から出てくるこの子がババオの子供、かっこいいですけどね、ちょっと浮か不全なんですよね。まあでもペアリングはね全然いけると思うんですよ。はい、なんだこれは、こんな感じでなんかすごいことになっちゃってますが、これでちょっとね様子を見てみたいと思います。おお、最初のペアの方にちょっと動きが、ちょっと動きがありますね。うん、これはペアリングが始まるかも。
ちょっと見ておきたいかな。このままね、ちょっと様子を見ていきます。動いてますね。ダメだったっぽいですね。離れてしまいました。で、ちなみにね、もうワンペアの方はこちらです。このワンペアもね、動き始めちゃって、うまいこといかなかった感じですね。なかなか難しいハンドペアリング。再びハンドペアリング挑戦中です。ババオくんの動きがちょっとさっきと違いますね。なんかお尻の方もぞもぞしてる気がする。この動きはなんだ、この動きはペアリングなのか、なんだこの動きは。気になる動きをするんだな。お、飛ぼうとしてんのか、まさか。今一瞬羽が開いたよね。あ、なんか触覚の動きが良くなってきた気がするけど。どうだろう。ねえ。これはちょっとやる気になってんのかもしれないですね。ほら、羽。羽やばい、羽。まさか飛ばねえよな。飛んできたら超怖いんだけど。これ気づいたんじゃね？やる気じゃね？やる気じゃね？お、動き始めた。ババオ行け！ババオ頑張れ！よし！それ向き反対なんだけど。ババオ！ババオ、それは向き反対。何？一周回るの？それ、儀式か？お前たちの。くるっと一周回るの。お、なんかすげえ激しい動きだぞ、これ。来た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 。そうだ、そのポジション。これは気づいてるね。間違いないですね。ね、前の方からちょっと、ババオ君の勇姿を見ていきましょう。なんか飛びそうなんだけど、大丈夫かな、お前。お、いっちゃうのか、ババオ。お、何やってんだ、お前。また回るのか。それはお前たちの儀式なのか。何してんだ、お前。何してんだ、ババオ。いや、でもね、もうこれは完全にね、気づいたのはまあ間違いないと思うんですけどね。ただそれ、後ろなんだよね。それ前後反対なんだよね。こうやって確かめてんのかな、メスかな、どうかな、みたいな感じで。おおおおおお、激しいな、お前。なんだ。おおおおお、いやー、来たー。ついにババオ、野生の血が目覚めた。うわ、激しい。ババオ、ちょっとお前、もうちょっと優しくしないよ、お前。ババオ、足で何してんだ、お前。何やってんだ、お前。足で。おー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 おお。背中ツルツルでね、滑りまくってるんですけどね。わ。わ。ちょっと角度変えようか。角度ね。ちょっとやばい角度になっちゃうんで。角度変えましょう。こんな感じで。ババオ、いい感じですね。バッチリ、交尾、始まりました。そんな感じで交尾すんの、お前。うん、バッチリな感じですね。これはもう間違いなく交尾
できてます。うん、ちょっと後ろの方から撮るとね、ちょっとえぐい画像になっちゃうんで、前の方からね撮ってますけど、今ね完全に二人は夫婦になりました。結婚おめでとう。おめでとう。ちなみにこちら側は完全にやる気まだないっす。全然やる気ないっす。頑張れよ。お前たちもね、夫婦になりなよ。ね。はい。頑張って夫婦になってちょうだい。かれこれ6分か7分ぐらい経ちましたけど、結構長いですね。うん。ババ君たちにしてはね、長い方なのかもしれないですね。あ、終わりました。はい。うわ、ちょっと若干映ってますが、はい、無事に終わった感じでございます。終わったーって感じだね。おっと、何してんの。なんだその動きは。はい、終わりましたね。なんだろうその動き。ババオ君は離れていきます。ということでペアリング終わりましたね。はい、なんかお尻噛まれるぞお前。一方こっちは何も起きておりません。うん、今日はやめとこうかな。同居でもいいんですけどね。まあ、ハンドペアリングでね、目の前で見た方がね、確実は確実なんでね。うん。今日はね、この子たちはやめときましょうかね。はい、ということでね、この子たちは無事にペアリングを終わりました。この子たちはね、また明日以降に持ち越しですね。うん。今期はですね、一応3ペア、すべて血を入れ替えます。で、CBF1 に戻して、リセットって感じかな。血の濃さをとりあえず薄めてから、やっていこうかなと。うん、3ペアいればね、まあ1ペア20匹ずつ生まれたとしてもね、60匹ぐらいに増えてくれたらいいかな。うん。またね、ペアリングがね、うまいこと言って、産卵がたくさんできて、でね、幼虫もたくさん取れて、で、まあ、半年ぐらいで羽化してくるんでね、プレゼント企画なんかできたらいいかなと思っております。はい、この子たちは、ゼリー食べてますね。また今度と。で、この子たちはペアリング完了したんでね、まあ、3、4日後にはね、産卵セットの方を組んでいきたいと思います。はい、じゃあ今日はこれでお別れです。またよかったら感想なんかを、コメントで聞かせてください。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。